どね。おはようございます。今日は8月の10日、ここは群馬県高崎市。昨日前橋のネットカフェの方が安いので前橋に移動しましたが、もう一度今朝戻ってきて、また時間を潰していたところです。もう少々で出発。本日群馬県は大変暑く、というか群馬の夏は全般的に暑く、本日の気温は昨日より3度低い36度となっています。 JR 東日本によって観光開発の一環で運行される蒸気機関車は、現在は群馬の名物になっています。この列車 SL 群馬みなかみ号のヘッドマークに掲げられた谷川岳が今日の目的地。今日はですね、ちょっと特殊なんですが、この高崎を出発して北側のみなかみ駅に向かい、それからさらに新潟県との県境土合、そこから谷川岳のふもとを訪れ、その後は南下して最終的には東京の新宿に向かいます。前にもお話したと思いますが、今回で一旦中断、動画はもう多分普通に次回も出ると思うんですけれども、ちょっとの間外国に行かせていただきますのでよろしくお願いします。この蒸気機関車には私の使っている本日から青春18切符に切り替わりましたけれども、その切符でも500円の追加料金を払えば乗ることができるんですが、今日の予算は7000円ほどと思われ、ちょっと予算オーバーです。昨日の動画もですね、また例によって YouTube のバグ、どうも今日から完全に回復するらしいんですが、昨日の分の動画まではまだちゃんと反映されておりませんで、とりあえずこの動画を見ると5万631回再生となってますから5000円、今10時にちょうどなったところですので、本日の予算はですね、5000プラス2000、7000円ですね。やっぱりね、よろしくお願いします。本当はもうちょっと多いと思うんですけどね。から席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。群馬県みなかみ町は山あいの温泉地で気温が低いことで知られています。実際昨日も夜23度とかまで落ちていたようなんですが、しかし昼間は暑く、今日の最高気温はやはり35度だそうです。これは高崎駅で買ったもの、列車があまりにも混みすぎていて食べることができませんでしたが、卵サンドとサービスサンド、 JR 東日本のコンビニニューデイズで売っているものです。このサービスサンドっていうのがね、こんなぺちゃんこになってますが、ハムカツサンド、それから、チーズハムと、それからあとなんかポテトサラダみたいな感じ、これがね一番お腹いっぱいになりますんで、お腹だけ満たしたかったら多分この商品が一番いいんじゃないかな。 JR 東日本の名物、鉄道旅行でお金がない時にはよくこれを食べました。そして最後ご紹介するものはこれです。買ってきました飲み水、 JR 東日本の駅自動販売機で売っているフロムアクアという水ですが、これはもともとこの先の谷川岳の地下に湧いている新幹線のトンネルから湧き出る湧き水を汲んできています。新幹線のトンネルで水が漏れてくるので、じゃあそれを売ってしまえという考えです。このフロムアクアという水にはこんな風にこう綺麗なですね、山の絵が書いてあるんですが、この山はこれから先列車が進んでいく谷川岳で、今日はこの景色を見に行こうと思っています。このみなかみはこれから先新潟県と群馬県の間、上越国境と呼ばれる三国峠という峠道、その手前にある最後の町です。目的地の土合駅はトンネルの中の駅として有名です。この新潟方面に向かうこちら側のホームだけは、戦争が終わった後に新しく地下深くにトンネルを掘りまして、そしてもう駅を作る場所がなかったので、じゃあしょうがない、地下にそのまま掘っちゃえ、駅を作っちゃえということになったわけです。ようやく新潟県側へ抜けたのです。そして気圧が下がり、トンネルの中にも何とも言えない生暖かい風が地上から吹いてきています。地上まで483段だったと思いますけれども、非常に長いトンネルが、階段があり、今日のこの混み方は異常だ、こんなに混んでるのは本当に初めて見ましたよ。いつも思うんですけど、これ出口 0.3km っていうのがね、絶対ね、あの看板ね、わざわざキロメートルがいて、あ、そんな遠いのかみたいなこと言って、
意地悪しようとしてるんですよ。ここにベンチもありますけど、改札へ行くまでの間休憩用のものです。階段数462段、お疲れ様でしたと言っといて、実はこの先にもですね、まだあるんですよ。この残りの段が結構いやらしいんですよね。また市場に着きました。いよいよ谷川岳です。谷川岳は美しい、しかし厳しい山です。実際にその通りで死者数は世界一となっています。じゃあとても困難な山なのかというと、そういうことはなく、近くて良い山なりなんていう風に昭和時代だったと思います、紹介されている登りやすい難易度の低い山でもあるそうです。私はちゃんと登ったことはありませんが、要するに登山客が多く、本日もこのように混雑するほど人が多く集まる、だからこそ人も多く死ぬというわけです。ただしもちろん滑落事故などもあって、完全に安全な山というわけではありません。天候も変わりやすく、魔の山の異名をもらってもいます。そんなところにこの格好で登ろうよなんてことはちょっとね、影響力のある人間としてはできません。こんなスーツなんかで登れるんだとか言ってね、あの山を舐めるなんていう批判コメントも来るだろうし、実際私もこんな格好で登りたいとは思いません。ただ私が今歩いておりますこの国道291号線ですが、実はこの国道に沿ってずっとただ歩いていくだけで谷川岳の凄まじさを感じることができる素晴らしい場所があります。それがさっきお話した一の倉沢です。目の前ですね、ロープウェイの支柱が見えるんですけれど、あれをこう上にガーッと登っていくと、あの先に天神平というところがあります。そこから天神尾根というのをずっとこう沿って進んでいけば、谷川岳の山頂、トマの耳とか沖の耳とか言うんですが、そういうところがあります。ただロープウェイは往復で2000円かかりますんで、お金の面でも今回訪れるにはちょっと割に合わないのです。立派な滝川、これは人工のものです。まあ、うちのチャンネルではもう何度もご紹介していたでしょうか。気温もそんなに高くはなく、まあ、30度ちょっと超えてるぐらいですが、風が吹いてまして本当にいいですね。昨日から避暑地ばっかりです。犬も風を感じております。なんかやってるな、穴掘り始めました。やっぱ犬も犬でやることがいろいろあるんですね。ロープウェイちょうど来たんですが、あれ実はね、シーズンになるとものすごい行列で3時間待ちとかになってることもあるそうですよ。ロープウェイ乗り場の中には100円コインロッカーがあります。これはリュックサックとかが入る大きさではないんですが、まあ、開けるとこのぐらい入りますんで、大きいパソコンとかね、そういう重いものを全部この中に放っていけば、まあこれから先の道中相当楽になるはずです。これめちゃくちゃ重いんでね。黄色いのは私の個人用の財布なんですけど、いっぱいこれだけあれば多分相当軽くなるはずです。100円で済むからね、命の100円ですよ。じゃあまああとこれ1個食べて、もう1個は一の倉さで食べようかな。まずはサービスサンド、卵サンドを食べることにします。使っていただいて、右にこうあのトラバースしていただいて、あの谷川岳に頂上に登れる登山コース、そしてあとはあの斜面をあの花を散策し散策するコースとか、いくつかですねお花を、めでるコースもあの、ありますので、機会ありましたらあの乗ってみてください。はい、行ってきます。はい、面白い形のね、太陽光熱機なんです、調理器なんですね。あそこをあの太陽熱を利用してお湯を沸かしたり、はい、お鍋で何かを、作ったりしてますけれども、高いのはあの、ね、着物のようにちょこっと飛び出した山が、はい、岩場が、ピーク、1963m ありますが、谷川岳の片方の耳になります。ここで終わりだよ。はい、でロープウェイのところから一の倉沢まで歩くと約 3.5km、まあ、歩けます。1時間ぐらいの距離ですが、実はこのような電気バスもありまして、無料で乗ることができます。少なくとも私が高校の時に来た時は無料でした。現在は正確には無料ではなく、ガイドさんが乗られているので、そのガイドさんにガイド料金1人当たり500円を支払う必要があります。ガイドさんがおられない時は完全に無料なんだそうですが、着きました。ここが一の倉沢、三大岩壁と呼ばれております。非常に険しい崖です。これは本当にものすごいものなんですが、視聴者の皆さんにこの凄さをですね、映像では十分にお伝えしきることができないのが残念でなりません。またちょうど日本海側から今まさに雲が攻めてきているところで、ちょうどただいまもどんどん雲がですね、この一の倉沢にかかり、もうあと30分後にはかなり上の方が見えなくなってしまうんではないかとも思われます。刻一刻と雲に包まれておりますので、大急ぎで喋らなきゃいけないんですが、これは本当に本当にね、あのすごい景色なんですよ。あのぜひ皆さんも来てほしいし、日本三大岩壁の中であのこのように手軽に訪れることができるのはここだけです。ここはね、やろうと思えば新幹線で上毛高原の駅に来て、そこから谷川岳ロープウェイ行きのバスに乗って、ロープウェイで降りてあそこの電気バスに乗り換えれば、あのろくに坂道を登ることなく来ることができるんですよ。で今回私もあの今回楽しようと思ってね、あの500円払ってここまで来ました。だからまあ帰りはね、ちょっと歩こうかなと思うんですけど、いやー
素晴らしい。あのこれ晴れてればもっと良かったのかなって気もするんですが、上にこの雲が迫ってる感じもこれまたいいですね。この素晴らしい光景をバックに皆さんにこの国道293号線のご紹介をします。293号線はもともと群馬県から新潟県をこう抜けてですね、最終的には柏崎まで、通っている国道でして、今ここの私がおりますこの後ろのこの道も国道293号線です。しかし現在自動車は通ることができません。環境保護、それから観光客、登山客と自動車との接触事故を防ぐためにこの電気バスただ1台、定員8人、これを除いては、全く自動車車両が通ることができない場所になっております。あの電気バス前はね、あの歩くのが困難な人向けだったんですけど、私はあの前に特別に乗せてもらったことがあってですね、あのその後今では誰でも乗れるようなものになったみたいなんですが、この先まで293号線は続いていますが、一応この標識を見ると全面通行止めということになっています。まあ、登山道として実際には立ち入ることができるそうでして、あのほとんどみんなというかもうみんな普通にですねこの奥まで行っていて、まあ、あの立ち入ることにあのどうも問題はなさそうですけれども、この先天線国道と呼ばれる区間です。この区間が開業したのは明治時代の半ばぐらいでして、わずか3年間だけ国道6号線として、実際に、日本海側とそれから関東をつなぐ重要な馬車道として開業していたようですが、たった3年で、そのもう結局馬車道として使われなくなってしまい、その後はもう現在荒れるに任せています。ただ見るとどこかあの石垣あれは違うかな、あれとかそうかな、あの辺とかね、あのこのこれから先ちょっと行こうかなと思うんですけども、こういう石で積んであるところはその明治時代に工事をしたその工事のまま一応残ってるようでして、これを頑張って新潟県まで、行ったという人もいます。ちょっと地図を見てみましょうか。今日朝出発をした高崎がここです。そこから北上して、群馬県今水上駅からもうちょっと先の土合まで来ました。そしてさらに歩き電気バスに乗って、連れてきてもらったここが293号線の終点のように書かれている一の倉沢ですが、実はここから先も293号線は一応続いていることになっておりまして、それ291でしたね、これです。こっち側にもね、新潟県側に越えると確かに存在するんですよ。でその間この、谷川岳の中の一つの山、朝日岳、それをこの麓をですねこう越えていって、そしてこちら側に抜けるわけです。現在は国土地理院でも、地図から消されているそうですが、しかし廃道になっているわけではなく、一応ここに国道が存在するというのが、まあなんていうのかな、まあ、法的には存在するか、まあそういう感じですかね。せっかくなんでね、ちょっと見比べてもらいたいんですけど、ちょっとだけ日が差してきたいい感じですね。これがあの写真の一の倉沢、関東の駅で、あのこれ春夏秋冬バージョンとありまして、今はあの夏バージョンのパッケージなんですけども、これと同じですね。この設計のところがまさにこう今これぴったりと、はい、重なりました。こう分かりますね。まあ、いや違うか、もうちょっとこうか、このぐらい、まあまあどうでもいいことですけど、この多分こういう感じだと思うんですが、あ、まさにこれこそ同じ光景かなと思いますけど、もっとねすごいんですよ。これ近くに行って上の方をうわーっとこうあの仰ぎ見るような姿勢で見ないといけないぐらいなので、あの写真で見るとね、あーいい景色だねみたいな感じなんで、あのみんな大体見せてもそう言うんですけど、あの実際に行ってみると違うんで、あの上からの、涼しい風も吹き下ろしてきますから、ぜひあのアクセスの意外といいところなので、お手軽な登山というほどの登山でもなく、国道を舗装された道を歩くか500円払って電気バスかでこんな簡単に来られますんで、群馬県の観光はここに来れば間違いないと思いますよ。この一の倉沢は三大岩壁と言いましたが、登ることができますというか登るような人も中には存在するみたいな感じですけれども、どうやってこれを登るんだって感じなんですが、あのこの設計とかね、これ雪ですよ、万年雪みたいなやつですが、この上をこう、安全帯みたいなのをつけてピッケルとか使うんですかね、ロッククライミングでこれで上まで登る、これが谷川岳の登るな方法の中で、いろんなルートがありますが最もきついものなんだそうです。昭和35年だったと思いますが、ここで登っていた人たちが、足を踏み外してチューブ吊りになってしまって、安全帯をつけてはいたんですけども、宙吊りになった状態で亡くなってしまったという事故がありました。その遺体を収容するために自衛隊が出動し、ここで何度も何度も銃を撃って、そして、安全帯ザイルと呼ばれるその紐にようやく傷をつけて、その遺体は紐がちぎれたことによって下に落下、遺体が収容されたということもあったのです。まさにこういうところが谷川岳の死者数を増やしている理由の一つみたいなもんでして、あの谷川岳っていうのはあのいろんな行き方がありますんで、ロープウェイを上がっていけば、まあ、普通のハイキングコースがちょっと険しくなる程度だそうですが、まあ、ここを登るってなったらそれは魔の山と言われるのも納得です。上の青空が見えているのもいいんですが、雲がこのようにもくもくとやってくる方がむしろなんだか魔の山という雰囲気があって、私はこちらの方がどちらかというと好きです。通行止めの看板の先にも普通にいろいろ置いてあって、あの当たり前のように立ち入ることができます。まあ、どういうことなのか私にはよく分かりませんが、
まあ、この辺までは立ち入ってもとりあえず問題はないようです。通行止めといいますが、この先国道291号線はもう完全に荒れ果てておりまして、全くですね、あの人が立ち入る余地はないそうです。もう途中からなんか行った人 あのブログみたいなのね、あのネットで探すとあって、もうそれはそれは凄まじく、道というよりももはや単に山を分け入って進んでるだけではないかという区間になるんですが、とりあえずこの辺りはまだ道の様相を呈しています。自動車が通ったという歴史はなく、どうも明治時代の馬車の通行3年間、それ以外にはまともな道としては使われていないようです。それでも一応この291号線は現在でも、さっき言いましたように廃止されることはなく、このまま新潟県の柏崎までずっと続いていることになっています。あ、なるほど、ここまでで舗装された、まあ、まともな国道と認識されている区間は終わりなんですね。この先も延々とこういう道を頑張って進み、その先もう道が壊れて間に滝ができたりとかしてるらしいんですけども、死ぬ気で頑張れば一応新潟の柏崎まで道らしいものが続いているそうです。すごいですね、そういうこともやってみたいけど登山の技術はないからな。じゃあ帰り、この291号線をあとはひたすら降りるわけですが、電気バスで行きはゼロをしましたんで帰りじっくり降りようと思います。これすごいですね、なんかの標識が倒れてるんですが、何の標識ですかね。さて、ちょっと足を止めて、また険しい岩壁の見えるところ、ここに送電線が並んでいるのが見えます。これは JR 東日本の送電線で、この山を越えた先、新潟県の小千谷市に信濃川発電所というのがあります。そこで作った電気を東京方面へ運ぶための重要な送電線です。作られたのは戦前昭和13年とかそれぐらいの頃だそうで、首都圏各線での電気が重要になってきた、まさにその頃増やしたものでしょう。信濃川発電所は JR 東日本の主要な発電所、2005年ぐらいだったと思うんですが、違う、2010年代だったかな、不正取水問題がありましてですね、確か震災の頃とかだったかな、JR 東日本が、地元からですね、水を取らないで、ちょっと取りすぎなんじゃないのとか、いや全然取ってませんよ取ってませんよって言ってたんだけど、実は水をたくさん取っていたということが明らかになって、それから現在飯山線、 JR 東日本飯山線では JR はお詫びの代わりにいろいろの優遇措置を取ってるんですけれども、私もその時に信濃川発電所まで歩いて行って JR を批判する動画を作りましたが、そこでとにかく作っている電気を頑張って今東京まで送っているわけです。つまり山手線や中央線などで使っている電気はこの険しい谷川岳を越えて、それからやっと東京で消費されるというわけで、なんかね、こんなところで大都会山手線とのつながりを覚えるというのも随分不思議ですけれど、いろんなところでこういうことが起こってるんでしょう。これまた帰り道の道中ですが、こっちにもですね、こんな町ヶ沢というのがあります。一の倉沢ほどではありませんが、ここも登山のメッカみたいな感じでして、ロッククライミングが盛ん。ここにもね、こんな風なものが壁に埋め込まれていますが、どうもこの壁に埋め込まれたこのプレートもそうだし、これですね、こういうものを使ってですね、ここを使って登ってくらしいんですよね。あそこに鎖もある、よくわかりませんけどね、どうやって行くのか不思議なんですが、ここを使ってあそこの一番上まで行って谷川岳登頂を目指すという人も多いのだそうです。こちらの方が一の倉沢よりも随分と天気はいいようです。この町ヶ沢というのは、この辺りまで到達すると向こうに町が見えるということで、それで町が見えるから町ヶ沢らしいんですが、多分もともとここが国道6号線として通っていた時についた名前なんじゃないですかね、まあ、もしくはもっとその昔から獣道を通っていた人がいたのかもしれませんが、今は全然そんなものはむしろ見えないわけですが、一体どこに見えたんでしょうか。岩後新道登山口と書いてあります。ここからは谷川岳まで 3.2 キロ、ロープウェイではなく中級者、こちらは上級者向けのコースだったかな、そういうルートもあります。この間ご即位になった新しい天皇陛下も学生時代にあそこを登りになったと、なんかこの間ね教わりましたよ。でもこれを登ったわけではないにしろ、ご自身もね、大事な日本国皇室の跡取りだって認識があるから、事故を起こしたらもう国中に影響を及ぼすわけで、相当プレッシャーを感じながらいつも登ってんじゃないかなって思うんですけど、どうなんでしょう。完全に戻ってきました。291号の看板もあります。左側には駐車禁止、そしてその上車両通行止め、自転車管理用車両、代替乗り合いタクシーを除く、左側の道路状況を示す標識はもう当分使われることはないでしょう。明治時代に国道6号線として開業したこの道ですが、どうも戦国時代に上杉謙信がここを通ったとか、そんな話もあるそうです。江戸時代もなんか道はあったのかな、ともかく人がここを行き交うことは禁止されていたと書いてありますね。そして明治時代になって往来が自由になった後、馬車などが作られたけれども、結局
鉄道、それからここに何書いてあったのかな、そういったものが作られ、一極もうこの間の峠道を越えるのは、この普通の道ではなくて、鉄道経由になってしまった。まあ要はそういうことです。 JR の送電線も無事に峠を越えてまた東京方面を目指します。土合駅に着いてからなんだかんだ、まあ、3時間ぐらいでいいですかね。ここでまた海水飲んで列車の時間まで休憩、でも休憩時間も15分ぐらいかな、時間に無駄がありません。いや今日は本当にね、あのお金使っておりませんで、まあ、このガイドの、ね、バス乗らなくてもいいかなと思いつつ、やっぱり片道3キロぐらいある、疲れる道ですから、さっき電気バスに乗ったのは良かったですが、合計でまだ3768円、今日はあと、3200円ほど使うことができます。
神保原駅に来た理由はですね、実は、まあ、これから本当は目的地は新宿に設定してて、あの列車に乗ってそのまま新宿行きますから、新宿駅で降りる予定だったんですけれども、私の動画によく出てくださいます安西さんも最長往復切符の1回目の時からお世話になってますが、あのちょうどねこの辺りにおられるんだそうで、あの僕車に乗ってきませんかというふうに誘いを受けて、それ断る理由もないなと思ってね、まあ、動画的にはあのこの動画終わった後、次回はですね新宿駅から始まると思いますんで、あの新宿でこの動画終わらせられた方が綺麗かなとも思ったんですけど、でもせっかく来てるんだったらね車乗っけてもらおうかと思いまして、東京までは自動車で行くことにします。あのこのようなわけで楽々の移動となったんですが、あのこれ言い訳に聞こえると思うんですけど、あの言い訳しますけどね、あの青春18切符で新宿まで行っても車に乗っけてもらって新宿っていうか、まあ、東京まで行ってもまあ一緒なんで、そんだからいいかなと。あのこれあれじゃないですか、あの移動費こうやって人の車に乗せてもらうとかからないわけですけど、ちょっとね、あのこういう日本一周ものでなんかあんまりそういう車に乗っけてもらってなんか移動してばっかりだとなんかこう縛りプレイみたいなことやってるのに全然ね、こうあのルールの制限をなんかこう逸脱してるみたいな感じになると思うんで、ちょっとね、あのなんですか、今後そんなにはあのこう人の車をあの頼りにしていくみたいなことはないんですけど、でもやっぱねこれだから普通これでせっかく今日あれですね、たまたまご自分の別の予定で行ったんですね。そうそう、予定で、うん、で、うん、でそれとあの被ってんだったらそれは別に一緒に行ったっていいですよねというわけで、あのあとは帰り車で高速道路で行くんですか。高速で行きますね基本ね、はい、はい、じゃあ高速道路であの東京方面まで行く様子を皆さんに見ていただきたいと思います。はい、それからあと、この次の目的地はですね、あのシンガポールになってるんですけども、あのこれは私 の, あの個人的なあの用事によるものですので、日本一周シリーズとあの1回こう離れまして、次の動画は通常通りまた明日東京から始まると、まあ、私にとっては明日ではないんですけど、そういうことになります。でその点だけはね、あの前から皆さんにお伝えしてはいたんですけど、あのお伝えしてたっていうか、そういうことがあるよってなんとなくほのめかしてはいたんですけど、日程の特定を防ぐために、ちょっと内緒にさせてもらってました。ここまでね、ご納得いただけるといいかなと思います。ヒロさん大したことないです。ハイウェイモードに切り替わりました。関越道が練馬で終わってしまうので、そこから先東京の中心に行くのに一旦延々と下道を走って、それから首都高に乗らなきゃいけないんですね。安西さんの話だとどうも昔は首都高に本当はつながる予定だったそうですけど、さてここは首都高速、今この先で湾岸線と右手に東名が分岐をするところですが、この上からねモヤモヤしたものが出てます。これ安西さんにお聞きしたんですけど、ちょうど今渋滞しました。このように渋滞したとき、まあ、まだこの部屋の車の冷房は切ってるんで大丈夫ですが、僕車のこと全然わかんないですけど、エンジンが回ってないと冷房って効かないですよね車の場合ね。ですよね。だからこの状態が続くとつまり熱くなるわけですよね、この車はどんどんということになると、のこのトンネルがですね、もう最近では温暖化の関係からもう暑くて暑くてしょうがないということで、車の中もとんでもない灼熱時刻になるので、車の中で熱中症になるのを防ぐために天井からこんなものを出してるんだそうです。はい、バイクの方にですね。あ、そっか、バイクか。これ右手、これが、東名高速道路ですが、やっぱりこれはお盆だからこんなに混んでるわけですね。あー、すごい、さすが。今回の旅ではおそらく1回も乗ることがないであろう東海道新幹線をご覧ください。いやいや十分です。もう僕のカメラはね、昔と違ってね、あの高性能ですから。そう、あの時はあの安いカメラでブレブレの映像でしたけど、本日これから向かいますのはあのシンガポール、明日は乗り継いでニューヨークということになっておりますので、この動画は、この辺りでもうそろそろ終わりになると思いますが、あの今晩の宿泊費は申し訳ないですけど、ちょっと東京 の, あの自分の自宅に泊まったと犠牲させていただいて、あの宿泊費 の, あの形状はですね、ちょっと今日はあのパスさせてもらおうかなと思うんですが、次回以降またあの通常通りにですね動画はあの出ますので、次回は、東京新宿から始める予定ですが、もしかしたら変わるかもしれません。じゃあこの辺りで、続きはスーツ交通チャンネルにて、東京シンガポールシンガポール航空ビジネスクラスのレビューとか、多分そういう動画に、ごめんなさいね、本当いきなりね、あの貧乏旅行やってる最中にビジネスクラスで外国行くのどうかなとは思ってるんですけど、あのこれはすごいでしょ、もうすごい前々から決まっていたことで、なんならこの日本一周旅行をする前からもう決まっていた予定なので、ちょっとこれはあのずらしようがないという点につきましては、皆さんもご納得、どうかお願いいたしたいと思います。本当であれば旅を始める一番最初にお断りをしておきたかったことですが、しかしこれをお断りしてしまうと、ここで羽田空港から飛行機に乗るんだなとか、いつぐらいからこうなんだなとか、そういうことがねある程度推測されるのではないかと思いまして、そのことは秘密とさせていただいていたのです。ご理解いただければと思います。最後が大変長くなりましたけど、今日はね谷川岳のあの
トレッキングみたいなところもやってきて、その後で外国行くんですよ。なかなかね、谷川岳帰りにね、シンガポール行く人はいないと思いますよ。その後ニューヨーク行く人もね。じゃあどうもありがとうございました。